ません。松本零士さんのお宅どちらでしょう。ああこんにちは。まあ本当に雑然としたお仕事場ですね。あの先生はいつもストーリーやキャラクターはこの仕事場で考えられるんですか。そうです、あのこの机に座って、七点抜刀してるわけです。先生たくさん作品書いてらっしゃいますけれども、あの39のことはどうお考えですか。まあ、あのこれは星雲の志を抱いてあの国から出てきた時の思いというのがかなりダブってましてね、ですから自分の漫画の中でもあの特殊な漫画ですよね。ですからまああのライフワークとは言いませんけど、それに近いあの非常に思い入れのできる、それとあの自分のいろいろな好きな世界ですね、それをあの立て続けに出せる楽しい作品ですよね。あ、そうですか。ところで先生、81年の夏に封切られる銀河鉄道39の続編っていうのはどういう内容のものなんでしょう。あの79年に封切った劇場用のものを受けたその続編なんですが、これ完結編ですよね。ですからあのここで思い切りよく銀河鉄道そのものを全部終わりにする覚悟で進めてるんです。じゃあもう二度と永久にやらない、テレビシリーズもそれから連載漫画も、劇場用のものもこれで終わりにします。そうですか。じゃあファンの方すごいがっかりするんじゃないんですか。ただあの私の方もこれで相当覚悟を決めて作ってますんで、もうなんていうか全力投球というか、物語もそういうふうにも最初から考えてあったんで、これ以上作りようがないですよね。あ、そうですか。じゃあ構想何年っていう感じで先生の中ではだいぶ膨らんでた作品。そうですね、終わると思うとちょっと悲しいんですけど ね、 そうですね。思い切りよく、まあ、あのお別れをしようということで、今張り切って作ってる。そうですか。8月8日に封切るつもりですから。はい、さすが松本零士さん。私と同じ九州男児、スパッとしてるでしょ。やらないと言ったらやらない、潔いじゃないですか。はっきりしてますよ、ね。